この捏造された慰安婦問題につきまして、当事者でありかつ第一人者でいらっしゃる西岡努さんをお招きして多角的にご解説いただきたいと存じます。まずこちらからご覧いただきましょうか。どうぞ。はい、3月11日最高裁判決の意義について、そして2、呆れる左派言論人の主張とはいかなるものなのか、そして3つ目、ハーバード大学の方ですよね、ラムザイヤー教授の論文に3000人を超える撤回を求める署名が集まっているというニュース、そして4つ目、慰安婦問題で窮地に立たされる韓国ということなんですが、まず1番目のこの3月11日最高裁判決についてのね、お話から整理しておきますと、こちらです。どうぞ。6年に及んだ名誉毀損裁判ですが、西岡努さんが元慰安婦金学順氏に関する記事が捏造だという西岡さんの主張について、上村隆氏が名誉毀損だということですね。この裁判だったんですが、その決着がこうなりました。最高裁が上村氏の上告を退け、西岡努氏の完全勝訴が確定いたしました。西岡さんによりますと、この裁判の本当の意義は次のようなことだという点なんですが、それがこちらですね。今回の最高裁判決の意義が日本軍による強制連行はなかったという点なんですが、この点についてまず西岡さんお話しいただけますでしょうか。上村さんは元慰安婦の金学順さんについて世界の言論で一番最初に書いたんですね、はい、1991年の8月ですね、その時、彼女が女子低身体として戦場に連行されて、はい、日本軍相手に売春を強要された、元慰安婦というふうに書いたんですね、女子低身体というのは国家総動員法に基づく公的制度なんですけれども、はい、その名において、普通は軍需工場で働くとか、そういうことですね、そういうことですね、連行された人が出てきたと書いたんです、これは重要なことでですね、当時吉田誠司の証言は嘘だと分かってなかったわけです、吉田誠司は軍の命令書で女子低身体として慰安婦を徴用しなさいと言われて最終島に行って奴隷狩りをやってとって言ってたんですよ、つまり日本の常識は今百田さんおっしゃったように、労働動員が女子低身体なんですが、朝鮮では一部女子低身体の名で慰安婦狩りをしたのか、と言われていたわけですよ、当時日本の学会はそういう説を取ってたんですね、で日本のマスコミも朝日新聞もそう書いてたんです、その根拠は加害者がそう言ってるからだったんですよ、吉田政治がそう言ってるってことです、ところが被害者は誰も出てこなかったんです、そして当時の朝鮮のことを知ってる人たちに話を聞くと、そんなことあったかな、そしたら朝鮮で大暴動が起きてるはずに、と言ってたんですが、しかし犯人が嘘つくかなと、いうことがあったんです、私がやりましたって出頭してきてるわけですからねしかも吉田先生言うためにその人が数が増えていくんですよね最初は200人言うとったけども、最終的には2000人ぐらい増えてましたよね。で、まあ、ところがですね、上村さんのその記事で女子低身体の名で戦場に連行されて売春を強要された慰安婦が生きていたと書いてあるんですよ、被害者もいたんだと、それで1991年から2年にかけて日本中が騙されて、女子挺身という公的制度で、慰安婦を連行した、つまり強制連行があった、と信じてしまったわけです、しかしそのおばあさんは一度も自分は女子挺身の名で連行されたと言ってなかったんです、貧乏でお父さん早く死んで、お母さんが再婚して、そして家庭がうまくいかなくて、お母さんがキーセンの鍵盤に自分を40円で売ったと、そしてキーセンの修行をして自分を買った養父に連れられて慰安所に行ったと言ってたんです。だ、貧困の被害者ですけれども、女子挺身隊とか日本軍が出てこないんです、連行の過程では、それなのに、言ってもいないことをあえて書いた、だから捏造だというふうに私は言ったんです、そしてキーセンという経歴を言っていたことをあえて書かなかった、そして捏造というからには誤りである誤報とは違ってですね、意図的に嘘を書いたということですから、動機があるはずだと、その動機を調べたら、彼は日本政府を相手に、
戦後保障の裁判を起こしていた韓国の遺族会の幹部の娘と結婚していた。利害関係者だった、奥さんは韓国人だったんですよね。でしかもその自分の奥さんの母親が、日本政府を相手取って、そういうそのお金を取ろうとしていた団体の幹部やったんですね。でそれについて私がその3つのことを書いたんですけれども、まあ地裁、高裁、最高裁連続で、その上村氏が遺族会の幹部である自らの義母の裁判を有利にするために意図的に事実と異なる記事を書いたということは、真実相当性と判断されました、最高裁。この真実相当性って言葉を覚えていてほしいんですけども、しかしその真実相当性ね、はい、次を見てほしいんですけど、金学人が女子挺身隊などで戦場に連行され賠償を知られたとする嘘記事をあえて書いた、ということは真実と判断された。これは真実相当性よりもさらに上ですね。そういうことです。真実だと、真実相当性というのはもうほぼ真実であろうということですけど、西岡がそういうことを真実だと信じるに足る理由があったということでいいんです。名誉毀損で訴えられて勝訴するためには真実相当性を証明すればいいんです。だからつまり私の言葉で言うと言論の自由の範囲の中だと証明すればいいんですけども、しかし地裁も高裁も最高裁も、私が捏造だと言ったことについてそれは真実だと言っちゃったんです。つまり上村さんの記事が捏造だということを日本の裁判所がお墨付きをつけちゃったんです、最高裁が認めた。だから上村さんは一生懸命頑張って自分が捏造記者であるということを自ら証明したんです。そういうことになりますね、はい、これすごいよ、はい、だからあえて大きな声で今もう捏造と言って大丈夫なんですよ。上村さんの記事は捏造だと私は言いまくってるわけです。だ僕も言うでいいやな。言ってください。上村さん捏造やめようよ。桜井よし子さんの裁判では真実相当性が認められたんです、だから安倍晋三さんがその桜井さんの判決を受けて SNS で、捏造記事だと認められましたねと書いて、それに対して上村さん側の弁護士が内容証明で抗議してきたんです、でも私は真実性が認められたので、これは判決に書いてある通りだから、私大きな声で捏造記事だと言ってるんですけど、弁護士から何も言ってこないんですよ。早く言ってきてほしいんですけど。これは私番組で何度も言いましたけど、上村さんが最初の一審で負けた時にですね、なかなか名言を発してましてですね、言論で勝って司法で負けたみたいな、こういう名言を記者会見で言ったんですね、で私はその時もこの番組で言ったと思うんですが、あんた言論でも負けて司法でも負けたんやと、だって言論で彼戦おうとしなかったからね、だから言論で逃げたんですよ。逃げたから言論で逃げて訴えられた側ですからね、言論で逃げて司法で勝とうとして司法でボロ負けしてるんですよね。だからヤブをつついたら蛇が出てきちゃったんです。で蛇に食われて、もう今死にかけですわ。ところが、はい、今日言いたいことをもう一つある、どうぞ、はいはい、次の、出してください。ところがにもかかわらずこうだというんですね、どうぞ。3月13日ですから最高裁判決の後ですね、朝日新聞の記事からの引用ですが、東京高裁は指摘にも不正確な部分があると認めつつ真実相当性があるとして結論は支持していた。何この言い方というのはちょっと見てください、これだけじゃよく分かんないんで、これがですね、その時その日の新聞でね、そう、上村裁判の最高裁の判決を受けて次の日の朝刊で朝日新聞が報道したんです、この下の囲まれている囲まれてる、まずそもそもね、朝日新聞の載った記事が司法によって捏造だと言われたわけです、だから上村さんと私の論争じゃなくて朝日が問題になったんだに、もっと大きく出すべきじゃないですか、そういうことで、だってこれは記事を書いたのは上村さんですけど、堂々と記事を載せたのは朝日新聞ですから、ところが朝日の責任大きいですよ、この日テレのなんかアイヌの問題の方がでかくてね、ほんまや、日テレがお詫びとか言ってから、お詫びするのは日テレじゃなくて朝日の方やろって話、ね、大きさからすればね、紐とか、ここにはお詫びという言葉ないやん、一つも。で、まあ、それでですね、その記事を、文章をこう小さいので分かんないので持ってきまして、はい、このまあ韓国人ヤフの証言を書いた91年の朝日新聞記事を捏造と記述され名誉を築けられたとして、ここでね、元朝日新聞記者で週刊金曜日発行人兼社長のと言ってね、今週刊金曜日と私が争ってるように読めるじゃないですか、この
お前何言ってんだと、朝日の記事が、ね、問題になってんだぞ、地元はどこなんだってことですよね、はい、で西岡と文春に賠償などを求めた裁判で、最高裁は上間の上告を退けたと、はい、名誉毀損の成立を否定したと、一二審判決が確定した、まあ、ここまではまあ一応いいんですよ、許してやりますよ、はい、許してやりました、うん、だけど黄色く塗ったところを見てください、はい、東京地裁は日本軍の政府による女子挺身隊の動員と人身売買を混同した同記事を意図的な捏造と評した西岡氏らの指摘について重要な部分は真実だと認定した、つまり東京地裁は真実だと認定したんですよね、真実相当性じゃなくて真実だと書いてますよね、これは正しい、その次の文章、東京高裁は指摘にも、つまり上のから文脈で見ると西岡の指摘ってことですね、西岡の指摘にも不正確な部分があると認めつつ真実相当性があるとして結論を支持していた、これだけ読むと違いますね、高裁は真実性を認めなくて一段落として真実相当性を認めて、それで名誉毀損で西岡が勝訴したと読めるでしょ、それ以外の読み方できないでしょ、はいはい、嘘で捏造なんです、これも嘘ですね、真実だと認めたんですね、高裁もね、高裁も真実だと認めたんです、はいはい、地裁も高裁も全部真実、はい、最高裁も認めたんです、はい、にもかかわらず記事の中では微妙に、高裁の方は真実相当性、真実じゃなくて真実相当性があるとして結論をし、これも捏造じゃないですか、つまり捏造と誤報の違いはね、間違えた時は誤報ですよ、しかしこれ間違いようがないんですよ、判決公開されてるんですから、はい、そうですね、だからこれはつまりね、まあなんでこんな記事が出るか、朝日新聞は自分の責任を回避しようとしてるんじゃないかと、上村さんの記事を載せたのは朝日新聞なんです、で朝日新聞は2014年に慰安婦報道の検証をしたんですが、上村さんの記事について事実のねじ曲げはなかったと書いたんです、事実のねじ曲げ、つまり捏造はなかったと書いたんです、朝日新聞が選んだ第三者委員会でも、事実の捏造は認められなかったと言ったんです、しかし私は捏造だと言ってると、 いかに第三者委員会がデタラメかよりも分かりますよね、これでね、だから問題になってくるのは、朝日新聞が上村記事に対して事実 のねじ曲げはなかったと言ったその部分で、それと違う判決が最高裁で出たんだと、追及されるぞ自分たちは、そりゃそうですよね、だから、いや高裁は真実性を認めてないんだ、真実相当性出すよということを読者にアピールしようとしたんじゃないか、いや情けない、いやこんな記事をね誰が書いたいかと思いますね、名前書いてあるわ、安倍俊介って、安倍俊介さんあんた嘘書くなやほんまに、ほんでね、まだなおかつ、まあ、西岡さんは今言わなかったけど、この黄色の部分でね、ここも気分悪いですよね、つまりこれ捏造やったんです、はっきりね、つまり捏造というのは、勘違いとかじゃなくて、意図的なという意味が含んでますね、そうです、でこれが字もかからずね、日本軍や政府による女子挺身隊の動員と人身売買を混同した同記事を、混同した同記事ちゃうんですよ、明らかに捏造してるんですよ、ところがね、ここに至ってもまた言い訳してるんですよ、あくまで混同したんだと、うっかり勘違いしたんだと、ニュアンスとしてそういうふうに聞こえますよね、はい、意図的な捏造と評した西岡氏の指摘に対してって、おかしいでしょ、もともと混同した記事じゃないんですよ、もともと捏造した記事をそのまま捏造と指摘したんですよ、西岡さんは、混同した記事を指摘してないっていうね、捏造した記事を捏造と指摘したんや、もう嘘かくらいね、これひどいね安倍さん、はい、まあだから本当にね、だから安倍さんってね、あの元総理の安倍さんちゃう、この安倍俊介さんいう記者や、問題は、朝日新聞そのものですよ、朝日新聞が体質です、ね、責任をどう取るのか、朝日新聞に載せた記事について最高裁まで行って捏造だと判定されたんですよ、それについて、いや最高裁の判決がけしからん、こういう理由だと言うならいいと思いますよ、私は朝日新聞を名誉毀損で訴えませんから、言論でやろうと、言論で答えを出しなさいよと、責任を取るべきじゃないですかと強く言いたいですね、興味深いんだね、姑息だね、さあ、まあ、これはね、この番組でも何回も繰り返して言うてますけど、そもそもこの上村隆記者はですね、この当時大阪の社会部におったんですよね、
でソウルにはちゃんとソウル支局員もおるし、ソウル派遣の記者もたくさんいます、はい、ところがそのなぜかしらけど大阪の社会部の記者がですね、わざわざ、いやそれはね理由があるんです、うん、はいはい、当時の大阪社会部がガンだったんです。私ガン、ガン、つまりねそこに北畠さんという人がいてね、その人が中心になって女たちの太平洋戦争という年間かけた特集をやってたんです。それで朝日新聞は1991年に150本慰安婦の記事を出すんです。1年間で、1年間で150本ですよ。年間365しかないのに。それも裁判がになってもう大問題になるのは91年の12月なんです。だから朝日が煽ったんです。そのうち60本が大阪本社発なんです。150のうち60だ。それをやったのが北畠さんで、はい、北畠さんがその特集が終わった後ですね、日本のどこかに、異常な状況の中で女性の性を順利にできたことを懐かしんでるやつ、人を自由に殴られたことを懐かしんでるやつがいると、そういう人たちで黙ってるんだ、そういう人たちを許さないという趣旨の特集のまとめの言葉を書いてるんです。でその60本の中に吉田政治証言が2本も入ってるんです。そして上村記事があるわけです。だからこの、日本がひどいことをしたということに合う被害者が出てきたっていうから、大阪本社にソウルが電話して記者をよこせ。なるほどね、そういうことか。じゃあ大阪社会部にそういうチームがあったんやな。そういうことです。で上村さんはその1年前に慰安婦探しに行ったんだけど、失敗して見つからなかったと、ということでなんですけど、まあ、また言いたいことがあるんで、次、はい、これ次を見てまいりたい。次の呆れる左派言論人の主張とありますけれども、その次、その次いっちゃっていいですか。わかりました。ではその3つ目のラムザイヤ論文です。はい、その16、あ、これこちら、はい、はい、はい、上村隆氏が社長を務める週刊金曜日などが、西岡は裁判での尋問で著書や発言の捏造を認めたと繰り返し主張。これね、はあ、本当にこれ嘘なんですよ。これも嘘なんですけどね、週刊金曜日とか書いてるんですけど、本人尋問でね、弁護士が向こう側にいて、私は本人尋問の時は何も持っちゃいけないわけです、はい、それで先ほど出たよくわかる慰安婦問題、要するに資料を持って喋ってはいけないことね、よくわかる慰安婦問題を弁護士が持ってきてページをパッと開いてね、先生ここの引用間違ってないですかって言うんですよね、韓国の新聞の引用を私実は間違えたんです。改革校の外に入れるべきことを中に入れちゃったんです、はい、でこれ見てパッその場で見せられたんです。それでね、間違ってるなと思って、だけど確か直したはずですけどって言ったんです、で調べてみたら、初版と2版ではそうなってるんだけど3版で直したんです、それでね後で調べてみたらね、彼らが裁判所に提出した証拠は第3版なんです、つまり直ってるのを分かって、裁判所に直ってるやつを提出しながら、かつ質問だけ、質問だけは直ってないのを、それも事前予告なしで突然やったから、西岡が捏造を認めたと言って鬼の首を取ったように言ってるんです。でもう直ってるんです、で僕は向こうは弁護士が180人ぐらいいたんですけどね、私の弁護士がね、西岡先生に180人の弁護士が西岡先生の方を全部調べてね、ここ1個しか見つけ、それももう治ってるやつしか見つからなかったって、先生がいかに正確だったかですよって、すごいね、逆にすごいね言われたんですけど、あともう一つはね、週刊誌の談話でね、この銀閣淳さんは訴状に貧乏で親に慰安婦に売られたと言っていると私が言ったんです、でも訴状にはですね、貧乏だから紀伊泉学校に行ったと書いてある。で紀伊泉学校の主人に慰安所に連れて帰っただけ書いたんです、しかしそれを当時の状況を知っている専門家から見れば、貧乏だから慰安婦に売られたと一行で言えばそうなるんです、談話ですから、論文の改革校じゃないんだよね、それも捏造だと言ってるけど、そんなのもうどうしようもない必死やね、必死だけど、それでも私はね、週刊金曜日が捏造って言葉を使ったから、捏造は言論の自由の範囲じゃないかと、お前ら使っていいんだよ、なんで私が使っちゃいけないんだ、そうですね、とも言ったんですけど、まあ、お前なんかどんどん机を叩きたくなっちゃうんです6年分の鬱積がもうただただお察し申し上げるしかないので、次行きましょう、はい、続いてこちらです、はい、どうぞ。
今度はその上村隆氏の桜井芳子氏に対する名誉毀損裁判の例なんですが、札幌地裁の判決、3年前の11月9日ですね、桜井氏が上村氏から事実と異なる記事を執筆したと信じたのには相当な理由があるとして、上村氏側の請求を棄却したことについて、上村氏のコメントが、人身売買で慰安婦にされたとしても戦時における性暴力被害者だ、言論で勝って裁判で負けた、これが役田さんがおっしゃってたもう名言でしょう ね, ね, ね、もう迷う名言でしょうね。そちらの方の何とかにしてもっていうんじゃないんだ、お前記者なんだから事実を書けと、どっちかだと。ですから裁判で係争中または確定したことについても事実に基づかず自分たちが言っていることの方が正しいとあくまで主張されるわけです ね, そういうことですね、この方々はね、言うと気がね、次行きましょう、はい、では3つ目のこちらに注目しましょう、どうぞ。このラムザイヤー論文ですね、うん、これも今話題、はい、引き続きね沸騰中と申し上げて間違いないでしょうが、はい、この問題を簡単に整理しておきますとこちらになります。ハーバード大学の経済学者ラムザイヤー氏が、太平洋戦争における性契約という論文を執筆されたわけですね。日本軍が性感染症の蔓延を防ぐ方法としていわゆる慰安婦を認可するための基準を作成し、売春婦らは東京の売春宿と同様の契約に署名した。戦争地帯であるため期間は短く賃金は高かったとし、慰安婦は当時法的に認められた売春婦であるとしたというこの論文ですね、うん、ここまでは皆さんご存知かと思いますが、この論文に対して、うん、とんでもないことが起こっているというお話なんですが、こういう事態だそうです。この論文を撤回せよと求める声明にノーベル経済学賞受賞者を含む学者3000人以上が署名したということなんですね。その声明が、慰安婦は11歳から20歳、75% が拷問、強制中絶などで死んだという主張だそうなんですけれども、まあそれ次の見るとですね、はい、その声明書いた人の名前が出てくる、どういう方々なのかということなんですが、うん、どうでしょう、はい。きっかけはカリフォルニア大学ロサンゼルス校政治学部の学部長であるマイケル・チェ教授が起草した経済学者による論文撤回を求める声明だそうなんですけれども、まあ、日本のね、一橋大学 の,、うん、あの経済学の教授とかなんかもね署名してるんです。これつまり、はい、ラムザイヤー先生は法経済学の教授で、うん、歴史学者じゃないんです。だから、慰安婦については性奴隷説と、公の娼婦公娼説と2つあるわけです、はい、私は公娼説に立つんですが、公娼説を論証した論文ではなくて、公娼説があるから、公娼説に立って慰安婦の契約を一般 の,、あの売春宿の契約と比較する、そういう論文を書いたんです、まあ、そういうことだから経済学者がけしからんという署名活動を行った、はい、しかしそ の, にあの中身がですね、まあ、3000人の世界中の経済学者がサインしてるんですけども、11歳の慰安婦がいたと、そして 75% が死んだ、これね全部中がついてるんですけども、それを声明を中を見ても根拠ないんです。11歳というのはいないですからね、であるいは 75% が死んだっていうのはですね、これはアジア女性基金のサイトが中になってるんです、でそこに行ってみるとですね、アジア女性基金が調べてもこういうことを昔言った日本の国会議員がいたが、これは根拠がないと書いてあった。根拠がないと書いてあることを根拠にして 75% が死んだと断定していて、 75% も死んだのに、売春婦だったとはけしからん、と言って論文を撤回しようと言ってるんです、はい、お前らの声明の方がデタラメじゃないかと言って、私はこの声明における事実関係の間違いという論文をですね、もう頭きたから一晩で1万字以上書きまして、1万字すごいな。それで原稿者250万、歴史認識問題研究会という私がやってるところのサイトに上げまして、はい、それが、韓国語になり、それから今英語にもなってですね、でこのラムザイヤー先生の論文を掲載した編集部などにも送りまして、ファクトに基づいて議論しましょうと、この撤回を求める声明の方が間違ってると、しかし私はこの声明の撤回を求める声明の撤回は求めないと反論を求めると、はい、学者だったら論争しましょうと、論でね、それを州を頼んで、はい、ある学術論文を撤回を求めるというのは全体主義だと、
自由民主主義じゃないと、だから学者だったら一人で自分の名前で反論を書きなさいと、私は一人で、相手は3000人だけど一人でその声明が間違っていると書いたと、それも評価ではなくて事実関係が間違っているというふうに書いて、今論争をしようというふうに言ってるということですが、まあつくづく思ったのは、英語の世界ではこんなバカバカしいことがまだ通用していると、まかり通ってしまう、だからやっぱりまだまだ国際広報が弱いと、南京のこともそうですし、尖閣のこともそうですけど、さまざまなことについて連なります、日本ではこの、まあ、この YouTube などができてですね、朝日新聞などが言論を支配する時代は終わったんですが、その平均的な水準を世界に伝えることがまだできないでいる、やっぱりそれはお金と時間をかけて努力しないとダメだと、はい、まあ、日本政府もやっと2019年から外務省のホームページで強制連行はなかった、制度例は間違ってる、20万人説もおかしいということを書き始めて、今ドイツ語韓国語英語にもしていますけれども、そういうことについてもっともっと広報をしなくちゃいけないと。そうですね、世界にそういうこのロビー活動本気でやらなきゃいけませんよね、についたばかりなんです、ね、だからもうまずそのためには予算をつけなきゃいけませんね、それにしても11歳はひどすぎませんか。そうです、小学5年生じゃないですか、もう。だから普通そう思うでしょ、見たら、でそれ根拠何かって、学者ならそれ調べるよと、お前らなんだと、それぐらい ねさあ、では4つ目のテーマ、まあ、今回これ、バックにはおそらく韓国政府がついてるんでしょうね、もう相当な圧力かけてるんじゃないかなという気がしますよね、政府単位になりますか。いやね、今ね、文政権はね、ちょっと困ってるんです、つまりまさにそれが4つ目のテーマ、まあ、はい、その4つ目のテーマ参りましょう、はい、どうぞ、こちらです。そうなんですよ、慰安婦問題で実は窮地に立たされるのが韓国なんではないかという点ですよね、それがアメリカからはしごを外されつつあるのではないかという韓国、どうはしごを外されつつあるのかがこちらです、ソウルで行われた米韓の閣僚会議、3月17日から18日にかけてですね、米国か中国かという踏み絵を迫る米国に対し、韓国は慰安婦問題を持ち出し、日本が原因で決められないと時間稼ぎをしようとした。本当ですか。トランプ 前大統領に元慰安婦を、まあ、ハグさせた映像ですよね、ブリンケン国務長官に同じようにさせようとしていた、はあはあはあ、ところがバイデン政権の閣僚は2018年の日韓合意の当事者であり、結局はアメリカの国務省が慰安婦問題に終止符を打たないのは韓国と非難していたということなんですね、抱きつかせようとしていたというのはちょっと不正確でね、はい、慰安婦のおばあさんが抱きつきたいと手を挙げてたんですよ、韓国政府はそこに関与してなくて、そのイ・ヨンスというトランプ大統領に反応した同じおばあさんが、女性が国務大臣に会いたいと言って韓国の外務大臣にも会い、アメリカ大使館にもアポ取りを頼んでたんだが、文政権はそれに積極的ではなかったんです。まあ立ててきてたんですか、でそれはつまりアメリカの圧力があるし、もう一つはね、先ほど言ったように文大統領としては南北関係改善させたわけです、そのチャンスとして東京オリンピックを狙ってたんです、日韓関係だから、はい、去年の秋ぐらいから突然よくしたいとか言い始めてるわけです、で東京オリンピックに協力しますよ、はいはいはい、ということを言って東京オリンピックで日朝やったらどうですか、そしてそこで南北もやらせてくださいって言ってたんです。だからしかし今もう外国人のお客入れないってことになりましたからね、それもまあほぼ不可能になったわけですけれども、日韓関係も悪い、南北関係も悪い、米韓関係も悪い、中間関係も悪いと、彼は外交失敗だってことになりかねないから、最後ちょっと焦っていて、慰安婦問題をトーンダウンしようとしてるんですが、もう盛り上がった反日世論は言うこと聞かない。なるほどな。そうか、政府としてはむしろそういうあんまりこう煽ってほしくないと、そういうことかね。でもまあ、いわゆる民間団体がもう、そうですブワーってもうこのラブザイヤーの問題でも、もうヒステリックに叫んでるわけ、まあ、特にやっぱりアメリカのハーバード大学で交渉説が広がってしまったと、もう日本は交渉説が主流なわけです、で韓国も反日種族主義って本が出て交渉説が出てきたわけです、そしてアメリカも出てくると、で論争したら負けるわけです、性同類説は、だから撤回しようとか、なるほどね、いう暴力に訴える
まあ、上村さんと同じやり方を、韓国もやってるってでは、ねね、だから左翼は全体主義なんですよ。自分だけが正しいと思って、うん、複数の言論を認めないんですよね、うん、これ細かいようですけどごめんなさい、まあ、これ2015年ですよね、うん、日韓合意はね。2018年じゃなくて、ね、ああそうですね、2015年の日韓合意、うん、最終かつ不可逆的という表現が使われた日韓合意は2015年ですね、はい、訂正してお詫びします。すいません。ここでですね、視聴者の方からちょっとご質問のメールもいただいてますので読ませていただきますね、50代女性の方から、西岡先生に質問いたします。捏造された慰安婦問題は西岡先生と桜井佳子氏の判決でも分かることなのに、学校の教科書には掲載されていることについて問題だと思います。修正は国の責任でなされていくと思われますか、という問いかけなんですが、この間も国会で、いろんな議論があったと聞いてますけれども、萩生田文科大臣が、はい、答弁に立って、うん、強制連行、あるいは強制連行の証拠は日本にも韓国にもないと、うん、それから性奴隷という言葉も不適切だ、20万人も良くないという日本政府の基本的な立場ですけれども、ね、それをはっきりとおっしゃって、いましたので、うん、萩生田さんたちも一緒になってですね、はい、教科書を正常化するために、うん、教科書の検定基準に最高裁の判決とか、はい、あるいは政府の公文書も基準にするというのを決めたんですね、それを当事者の一人なわけです。そしたら山川出版の執筆者がそれを逆手にとって、河野談話にいわゆる従軍慰安婦という言葉があるわけです、河野談話も政府の公文書じゃないかと、うん、従軍慰安婦っていう言葉があるじゃないか、というふうに逆手に捉えたので、検定官は意見をつけるのを躊躇してしまった、ね、というのが今の段階ですが、うん、しかしその後ですね、加藤官房長官が、今日本政府は従軍慰安婦という言葉は不適切で使っていないと、はい、ただの慰安婦にしてると、うん、そして強制連行の証拠はないし、性奴隷20万人間違ってるということを言ったので、うん、今の官房長官の談話答弁があるわけです、でそれを次は検定に使えるのではないか、うん、だから次、を考えた方がいいというふうに私は思ってるんですが、うん、山川っていうのはもともと中学の教科書をやってなかったんですね、今回確か入ったんですが、もともとは高校の教科書ですごいシェアを持ってるんですけど、今回明らかになった高校の教科書では山川は従軍慰安婦っていう言葉を使ってないんですね、だから、まあ、問題になって1年遅れて決定受けてますから、向こうの方もこれは大問題になるってことは分かったのではないか、だから、まあ、イライラすることは分かりますけれども、国家を動かすのは時間がかかるのでね、僕は萩生田さんは信用しています。本気になって教育を正常化しようとしている人ですよ、だからその萩生田さんが裏切ったとかいうふうな言い方に私は組みしないのですが、一歩一歩進めていくしかないと、で絶対に次の検定で従軍慰安婦という言葉が残るようなことをもしもするようなことがあったら、萩生田さん何やってんだと私も言いたいですが、一番悔しい思いしていらっしゃるうちの一人じゃないかと思いますし、よくしていくプロセスっていうのがあって、文部大臣がね口出すって前例作ると、今度左翼の大臣になったら、そういうこと、政治が介入してもいいってことになってしまうってこともあるので、公文書を基準にする、じゃあその公文書を正しい文書にしていく、あるいは最高裁の判決私も出たんですよ、はい、強制連行は捏造だと、もう書けなくなったんじゃないですか、地道に着実にね、こう一歩と進めてね、そして国際的にもロビー活動を啓蒙の意味で進めるべき、そうだからやっぱり国際広報活動をより一層強くするしかないと思いますよね、官民挙げて、そうですね、そこに尽きると思われます。あともうちょっとね、今文部長なんて出ましたけど、やっぱり教育って大きいな、はい、昭和20年代に確か共産党の幹部がそんなことを言ってるんですよね。例えば武力革命はもう無理であろうと、しかし武力革命をやる必要はないんだと、教育さえ抑えてしまえば、つまり反日教育をしっかりやる教師をたくさんこしらえて、でそれを一生懸命子どもたちに教えれば、もう何年後かにはもう自然に革命が起こるだろうと、将来的にね、はい、今まさにもうその
状況になってきてますよね。もうだから本当にそのテレビ見ててもそのいわゆる本当の共産主義じゃないんですよ、デュープスですよ、デュープス、そうそう、共産主義じゃないんですよ、言ってること考えてることやってることが全く共産主義とは一緒というね、思うつぼという、ね、はい、もうそういう、まあ、アメリカ英語で言うと、まあ、おバカさんという意味ですけどね、こんなたくさんいますわ、はい、利用されやすいおバカですよね、レーニンが言ったね、はいはい、韓国もね、80年代以前は反共国家だったんですよ、そうなんですよね、ここまでになっちゃったのはまず教育なんです、80年代まず学生運動で、親日派が支配している国なんだという思想が入って、そして90年代全教祖という韓国版日教祖を作って、今教科書は北朝鮮の方が正当性があるようなことを書いてるんですよ。例えば1948年に朝鮮民主主義人民共和国自立、大韓民国政府樹立とか言ってるんです、政府、韓国は政府なんです、で北朝鮮は国、扱いが一段下なんです、なるほど、ね、で朝鮮戦争も北朝鮮の侵略だと書かなくなっちゃった、うん、で文大統領も国連に行って朝鮮戦争は内戦だったと、侵略だと言わない、そしてこうなっちゃったんです。日本も同じ方向に行ってるんじゃないか、そしてアメリカも今そうですね、歴史認識がおかしくなって、ね、どんどんおかしくなって、アメリカの教科書も今どんどん変わっていますね、うん、ちなみに南北戦争、はい、南北戦争じゃないわ、朝鮮戦争ね、朝鮮戦争は実は日本ではずっとその、韓国が先に攻めたいのが日本の学会の主流やったんですよ、何十年も、でこれがいやいや もちろん一部で賢いとはいやいやそんなはずはないと、はい、キム・イルソンが攻めて北のキム・イルソンがさっき攻めたんだって言ってるけど、これはもうほとんどその学会では認められなかったんですよ。でところが90年代に入ってから、いわゆるソ連が崩壊して、いろいろその昔の情報が、はい、文書がバーッと出て、その時にはっきりと、キム・イルソンが先に入攻め込んだという情報が証拠がいっぱい出てきたんですよ、それで初めて変わった。だから日本の言論家も、ね、ずっと、悪いのは韓国だというふうになっとったんですね。北朝鮮は悪くないの、むしろ被害者だというふうに、日本 その言論家ではそうなってましたね、学会もそうなってましたね、長らくわからなかった、でそれがまたここへ来てまたそういう色落としてきた。ところが韓国が今、その1980年代以前の日本と同じになって、朝鮮戦争は、はい、南が始めたことか、はい、わざと隙を見せて北を呼び込んだとか、韓国で親日派をきちんと処断しなかったから、金日成が親日派を処断して綺麗な民族的な綺麗な国をするために降りてきたんだとかね、米軍が介入しなければ民族主義の綺麗な国になったのにという歴史観が今韓国の教科書、マスコミ、政治家の主流になっちゃったんです。はあ、えらいことになってきたね。だからおっしゃる通り教育が大切なんです、そうだね、特に歴史教育、うん、韓国軍の側に立って支援した国連軍の戦死者はたまったもんじゃないですね、おっしゃる通りです、そんな歴史観を押し付けられてね、はいはい、韓国では最近人選にアメリカ軍が上陸してね、そこからまあ犯行が始まったけど、この時にそのアメリカ軍の砲撃によって家壊れたから賠償しろとか、ね、そんな裁判もやってるって話だよね。だからさ、私はね、金日成の銅像を北朝鮮の民衆が倒すのが先か、韓国でマッカーサーの銅像が倒されるのが先か、という争いがね、人選上陸作戦が、ね、のマッカーサーが民族の敵だというふうになってしまうのか、その前に北朝鮮の圧政から人民が立ち上がるか、まあ、両方どっちが勝負かっていうふうになってますよね。恐ろしい時間の問題ですね。ということで、火曜特集は捏造慰安婦問題に終止符をと題してお送りいたしました。西岡さん、本当にお疲れ様でございました。ありがとうございます。上村記事は捏造だ。最後一言。よほど腹に据えかれたという。あ、6年間黙ってたよね。そうですよね。だから朝新聞の記事も捏造だ。ご辛抱なさりました、ね、はいはい。ありがとうございます。西岡さんも少なくとも6年間は言い続けましょう。はい、もう好きなだけ留飲を下げていただいて。ありがとうございます。はい、ではちょっとお時間も迫ってまいりましたので、最後に触れられるとしたら百田さん、そうですね、ほんなら教育の話出たので、この20番の話、20番、こちら、はい、私の話申し上げます。最後に一言、こちらにね、はい、触れていただきましょう。日本国旗、お、完全版が出るんですか。はい、完全版に向けて指導というね、はい、最後に一言、こちら深入りまいりましょう。作家の百田直樹は27日自身のツイッターで日本国旗完全版について言及しました。以下原文です。日本国旗完全版に向けて指導、
2018年出版の日本国旗の出来栄えには満足しているが、急いで出版したこともあり、書き足りないことや修正した方がいいと思われる箇所がいくつかあった。今回編集者の有本香織氏、監修者の久野淳氏の助力を得て大幅に過失修正し、秋に文庫バージョンで出版。続けてかなりの大増ページになる予定で、文庫版は上下2巻になります。あと細かい点も含めておそらく過失は全てのページに及びます。また文章表現も一から見直します。驚くほどのバージョンアップをお約束します。待たれよと、このように待たれよと、はい、武家言葉みたいになってます、はい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 。まあ先週からこれやり始めたんですが、まあもう一行一行もう全部吟味し直してるんで、るんで、だから結構大変な仕事なんですが、じゃあもう有本さんも久野さんも大変ですね。そうですね、はい。まあしかしこれはまあ私のまあ65歳になったんでね、ちょっとこれをその私のこうまあ新しい仕事にしようかなと思って。文庫バージョンということはじゃあ幻冬舎文庫で。そうですね。そうですか、はい、はい。まあもうしばらくかかりますけど、皆さんお待ちください。はい、頑張ります。過失、ね、情報改訂版もお楽しみということで、はい。普通日本の歴史となってくるとね、まあ、明治までがもうほとんどで、近代になってくるとほんのちょっとしかないんですけどね、まあ、ページ量的に言うと。そうです。でも私の日本国旗も前のそうですけど、ちょうど本の真ん中ぐらいで幕末なんですね。で、明治に入ってからが後半半分なんです。はいはいはい。だからもう近代が重要、うん。じゃあ今回でいうと上巻までで明治ぐらいですか。うん、そういうことですね、はい。明治以降も下巻がまるまる近代と、で下巻がまるまるその明治から近現代、近現代ですね。で私のこの日本国家はですね、まあ相当いろんな人からもうまあ批判されて、まあちょっとしたミスもあったんですけどね、まあ大したミスじゃないんですけど、ほんでただそれを散々から言われたんですが、実はね、はい、前半にぶちゃくちゃ言われてるんですよ。前半の江戸時代までで、まあ、そんなことはどうってことないんですけど、うん、後半のね、うん、近代以降にはみんなあの左翼の連中も黙ったままなんですよ。そうですか。そうなんです。近代でいかにそのもうにあの左翼の連中がおかしかったかいうことを、うん、特に戦後、大東亜戦争終わった後の方、この日本がどんだけその共産主義者とか左翼に見せられてるかということを徹底して書いてるんですが、はい、このことに関しては、日本国旗を批判する人もだんまりなんです。これを論争したくないんです彼らは。朝日新聞だから名指しでもうバンバン書いてますからね。あの上村の捏造ってこう一個作ってじゃその項目は西岡さんにもご執筆に上村さんに日本の歴史に乗るほどの任務じゃない。